スビーチャンネルご視聴の皆さん、こんにちは、マリオ高野です。この2016、スバルオブザイヤーは新型インプレッサと言いたいところなんですが、新型インプも猛烈に良かったんですが、あえてこのマリオ高野的に今年のスバルの車で、2016の車で一番良かったのはこの WRS4TS、 これをねちょっとやはり押したいということで、改めて今回ちょっと試乗させていただこうということでお借りしてきました。まあなぜね、その新型インプではなくこの S4TS の、の方が押したくなったのか、まあそのあたりの理由をちょっと改めて試乗しながら皆さんに報告をしていきたいと思います。それではこれから発車します。まずこの S4 の TS なんですが、まずね結構個人的に一部の足サスペンションとかボディももちろんいいんですけども、意外なほど個人的に良かったのがこのエンジンのね加速のフィーリングの違いでして、今このサービスエリアからこうまさに本線にこう合流したポイントの加速だったんですが、あのエンジンそのものはまあノーマルの S4 と変わってなくて、まあ2リッターの DIT のまあ馬力とかも変わってないんですが、加速中のトルクがまあ 10% 向上ということで、でまさにこの S シャープモードで加速をした時のフィーリングがもうノーマルと明らかにもう別物と。で、あの変わってるところは給排気のパーツだけなんですけれども、エンジンそのまま変わってないんですが、この加速中のねトルク 10% どころかね、本当にもうちょっとあのトルクが分厚くなっているので、あのね、見た目的にもね、違うのがこの、まあ、ブースト系がね表示されますけれども、このねブースト系の針がアクセルを踏み込んだ時にこのね、まあ、ピークがこれは、1.36 かな、そのピークまで到達するこのねブースト系の針の動きがノーマルとね全然違うんですよ。ノーマルだとなかなかそのピークパワーまでね瞬間だけボンといかないんですけども、これは結構割といともあっさりと針がねピークパワーまでいくと、まあ、このメーターをブースト系見てるだけでもね、この実質的なブーストアップの効果が得られてるというところで加速中のトルクが増してるというのが、この視覚的にももう明らかにこの加速のフィーリングとエンジンのこの、まあ、トルク感ですよね、まあ、いろんなものでそれがものすごく実感できて、なんか それによってそのね、あ結構これエンジンが違うぞと、なんかパワートレーンが全く別物じゃないかってね思わせるくらい、そのわずかな効果でものすごい大きなその変化が出てるというところで、このね乗り心地とか騒音性ももちろんいいんですけども、個人的に、まあ、今まで TS というと、まあ、パワートレーンはね結構まあそんなに変わらないという、まあ、主にシャシーの違いっていうのが、まあ、TS のイメージだったんですけれども、このね S4 の TS は結構なそのエンジンミッション、まあ、ミッションはね本当にねあの冷却系統以外は変わってないはずなんですけども、でその加速中のトルクアップ、エンジンが加速中のトルクアップをしてるにもかかわらず、その、ノーマルのね冷却系統以外は特に変わってない CVT がもう CVT のね変速のキレも増したようなねところがあって、なんかこのリニア、2リッターのターボ用のリニアトロニックはのその潜在能力というか、その改めてこのリニアトロニックって結構やっぱ良かったんだなっていうねのを改めて気づかせてくれたというね一面もあります。で、あとまあこの車はまあ S207 のまあ再来で、まあ見た目はほぼほぼかなり近いと。でただ乗り味としては、乗り味としてもまあかなり207に近いものが再現はされてるんですけども、まあ、例えばその、やっぱりこの、まあ、207をはじめとする STI のコンプリートカーに、まあ、大体全てにこう共通しているところでもあるんですが、このステアリングの入力を入れてこう車体が反応するまでのやっぱりスピードの短さというか、その何ですかね、例えば、車線変更をする時のこの今ダを入れましたが、でまた元に戻ってますけども、
このね、ダを入れてから車のこの陽が発生するまでの時間が本当にこうほぼゼロに、まあ、体感的にはゼロに近くて、でダをこのねステアリング入力してから前輪がもちろん先に動いてるわけですけども、ダをね入れてからね、入れた瞬間にこうリアが踏ん張るという、なんかそういうのが感じられるのがやはりその最近のまあ STI のコンプリューカー全体によるんですけども、それがやっぱりあの S207 はね、ステアリングのギアのギア比がもっとクイックになってたので、よりそれがこう鋭敏というか、より異次元な感じだったんですが、まあそれほどではないにしても、このその TS の方もね、やはりこのレーンチェンジするときにステアリングのね、ダを入れた瞬間、このねダを入れたときにリア、ダを入れた時のにリアを、リアのこのグリップが感じられるというね、これがあのまあノーマルの最近のスバル車にもそれはなくはないんですけども、やっぱりねこれが一番のやっぱり STI コンプリとかの、その一般道で、ね、普通に乗ってて感じられる、うお、この写真何っていうあのポイントの大きなところかなと、っていうので本当にね無駄に車線変更がしたくなるというね、だからこの車で本当に一番気持ちいいのはね、あのクローズドのコース、まあサーキットも多分いいと思うんですけども、ただねもっと本当に気持ちいいのは、ただひたすら広い駐車場にこうねパイロン並べてね、ひたすらパイロンスラロームをやりこう続けるみたいなコースが多分ねこの車、それ S207 もそうだったんですけども、それが多分一番気持ちいいと思うんですけどもね、まあそんな状況なかなかないわけですが、でもねそれくらいこのねダを入れた瞬間のリアタイヤ、リアサスというかリアタイヤかなのねグリップ感、これがだからフロントよりも先にリアを感じられる、これはねやっぱり STI この207の再来の部分でもありますし、この、ね、STI マジックの、一番の甘美なポイントかと。であとね、まあ乗り心地で言うとやっぱり S207 はかなりこう我々想像してた以上にあのニルのレースカーのロードバージョンっていうそのキャラが強くて、結構まあ簡単に言うとスパルタンなこうね、本当にこううわレースカーのナンバー付きだっていうね、あのその路面のこのね何て言いますかね、ホールド感というかね、まあ要は簡単に言うと硬かったんですけど、まあ硬いながらもあの嫌な硬さではなくてね、まあ、もちろんボディの強さとか、あとまあ硬いながらも足はちゃんと動くので決して不快ではなかったんですが、もちろんでも207は思った以上にでもレースカーだなっていうところがあったんですが、まあ、この S4 はまあそれがまあこれもねノーマルの S4 と比べたらやっぱりもうレースカーみたいなところがあるんですけども、でもやはり S207 に比べると、まあそうかなりその角が取れてるというかね、例えばこの高速の目地段ら乗り越える瞬間のそのいなし具合は、まあ、S207 もねあれだけ硬いバネレートの割にはそのねやはりその明治段差乗り越える時のあのショックはあの硬さからするとなかったんですけども、この S4 の方はね本当にそれ硬さがねほぼもう感じない、特にまあ街乗りだとね若干こうターンスピードだとね多少こうやはりあだいぶ硬いねっていうところがあるんですけども、高速道路乗るとね80キロから上になるとこの明治段差のね乗り越える瞬間のいなしっぷり、まあこれ今までの TS というか今までのコンプリとか全部めっちゃ良かったんですが、その中でも輪をかけてこの S4 の TS のこのね路面のこの吸収の足さばきのうまさというか、これはね、まあ、S207 はひょっとしたらオーナーさんの中で思ってたより硬かったっていう人いるかもしれないんですけど、 S4TS はねこれはこの車にこういう車を買ったオーナーさんだったらほぼというか、まあ、100% そのね、乗り心地に対するそのなんていうんですかねクレームみたいなものはね絶対にまあ出ないだろうなと。で、まあ、この車のベースとなっている S4 の、まあ、例えば245タイヤもノーマルの S4 よりもさらにこういい足になってたんですが、でそのやっぱり延長207を少しマイルドにしたっていうところもあるんですが、やはりノーマルの S4 の、あの245タイヤの甘美さを
よりこう高次元に引き上げたと。で、まあ、この車、ニールパッケージで529万円ですかね。でニールパッケージじゃない方でギリギリまあ500万来た490、万台の後半ですけども、まあまあ、ざっと言うと500万前後の車として見ていくと、例えばヨーロッパ車のね500万前後の車で絶対ここまでの乗り立ちと、このなんていうんですかね、スペシャル感は絶対得られないですし、500万円台の車として見ていくと世界的に見てもこの乗り味とこの性能、この、まあ、加速力も含めてなんですが、これはまあ圧倒的にそのお買い得度が高いですよね。まあ、500万の国産車というとねかなり高いっていう、まあね、事実私もこう買えませんが、でもね500万台でこの性能とこの味がね得られるっていうのはないです。まあ、S207 もあれは良かったんですけど、やっぱりカーナビとかつけるとねもう700万に達するという車でしたけども、それからするとこうだいぶこうね、まあこう我々の方にはまあ近づいてきてくれてる、価格的にもそうですし、そういうでもある意味207のオーナーさんからするとおおなんか後から出た S4 の方がちょっと良くなってるところもあるんかと思うところもあると思うんですが、でもやはり明らかに S207 に及ばないところはやっぱりまあエンジンも、まあ、さっき私あの給排気を変えてね加速中の S シャープモードでの加速の、別物感がかなりあると言いましたが、でもやっぱり S207 はあのバランス取りをしたね EJ20 と、まあ、マニュアルのギアボックスですから、まあ、そこはもう明確な大きなこう隔たりというか違いで別世界があって、で、まあ、乗り味的にしてもやっぱり、まあ、S207 よりマイルドっていうことは、まあ、やっぱりレースカーのその本質的なフィーリングからは、まあ、ちょっと遠ざかってはいるわけですよね、まあ、言い方としては、まあ、よりレースカーに近かったのが S207 なので、まあ、そういう意味ではあのニルで優勝した車の、まんまナンバー付きの車を欲しいっていう思ってた人にとってはやっぱり S207 の方が圧倒的にレースカーに近いところがありますし、まあ、そういうところにそういう意味でも、まあ、S207 とこの S4TS っていうのはかなり似通ったところもあるんですが、でもやっぱり車としての本質は全然違ってて、なので S207 を買った人がうわーなんだよ後から出た方がいいじゃんかと思わせない範囲で S207 を買い逃した人が S4TS を買って S207 に近い、満足感がちょっと矛盾してるかもしれませんけど、この辺のこうなんか絶妙な何て言うんですかね、この S207 と S4TS のこの位置づけの、その差別化の仕方がこのね思ってた以上にこのうまいというかこう絶妙というかね、ああなるほどというか、近いところはもちろんあるんですけども明らかに違うところもこう明確な線が引かれてて、それはやっぱり S207 とこの S4TS はやはりこうね似てこう気になるというか、やっぱりこの辺が結構ね面白い、まあ値段的にもだいぶ違うっていうのもあるんですけども、もしかしたらまあなかなかねそういう人いないと思う、まあ、これ両方 S207 買ってる人でもう一台この S4TS を買い足すと同時にね所有しながら乗り比べると、まさかそれは違う世界がおそらくかなり見えてくるんだろうなっていうのが想像できるんですが、そういう意味でねこの S4TS っていうのはなかなかこの面白いところを狙っていたというか、この味付けの仕方がね非常にうまいというかすごいというか、こういう味付けの仕方があったんだなっていうね、関心というのもあって、で今年ね、今年というか2016年出たスバルの車の中で、まあやっぱり普通に考えるとあの新型インプレッサがね、もうあれも本当にある意味、まあ、STI コンプリートカーみたいな感動が得られる車で、もうこう峠道とか走るとね NA のダブル RX ですかこれって言いたくなるような乗り味の車なので、まあ、そういう面も含めてやっぱり普通に考えると2016年のベストオブスバル車は、まあ、新型インプレッサっていうことになるんですが、でもまああえてこうこのマリオ高野個人としてはね、まあ、やっぱりダブル RX という車が、まあ、個人的にこうね特別な存在であるっていうところと、そのね、まあ、最後というかこのね2016年の後半に出てきて、
そうね、まあ、夏頃に新型インプレッサでめちゃくちゃこう、うおーすげえなってこうね感動した後に乗って、まあこのプラットフォームなんかはね、その新しい世代の SGP ではないね、その1個前の世代のプラットフォームの車なわけですが、それでも、あ、新型インプで新しいプラットフォームで別世界観を味わって、うわすごい高みにインプレッサ行ったぞっていう、その感動を味わった後のこの車での得られる感動っていうところで、まあ、ある意味やっぱり新型インプレッサはやっぱりある部分においては上のねクラスのレガシーとかレボークとか WRX S4 とかをね、ある部分においては超えてるところもあるんですが、まあ、やっぱりこの WRX の WRX ブランドのね、まあ、車乗るとやっぱりこう NA のね、いや実用車のインプレッサとはやっぱり明らかなやっぱりこう世界観が違ってて、やっぱりこっちは戦う車の2ペダル車というところで、やっぱりねそういう意味で今年ので最もこうね、ま、新型インプレッサもめちゃくちゃワクワクドキドキできたんですが、まあ、やはりあれはあのこの間のねあの忘年会の、対談でも言ったんですがね、まあ、やはりインプレッサは NA のインプレッサなんで、まあ、実用車というところでやっぱり WRX はこう、ね、世界で戦う、まあ、そのモータースポーツで戦うための車、それの、まあちょっとこう裾野を広げるね、まあ、2ペダルということで、まあ、奥様とかね、まあ、免許取り立ての AT 限定免許の、ね、人でも楽しめる車に仕立てた S4 の、ニュルブルクリンクで優勝した車の、味を、楽しめる車が、まあ、S4TS なわけですが、まあ、その辺のコンセプトも含めて、やはりね今年2016年の一番の興奮というかね、その何て言うんですか、夢をね、まあ、新型インプももちろん夢がいっぱいなんですけども、まあ、新型インプはまあ限定車でもないというところもあって、まあ、なんていうんですかね、やっぱりこれ忘年会でも言った内容なんですけども、もううわー、もう明日にも行ってね、もう今日にもディーラー行ってもうハンコを押しに行きたいっていうね、まあ、そういうところもあるんですが、まあ、それをやっぱり超えるのが、そのもう明日にもディーラー行ってハンコ押したい、もうローン通るかどうかっていうね、あのちょっと予備審査出したいって思わせるのがね、やっぱりよりこのね S4TS の方が、あー丸さんごめん、やっぱりまだダメっていう、ね、なるかもしれないですけど、まだ怖くて言ってないんですが、あのね新型インプはそういうとこあるんですよ、あるんですけどもね、やっぱりこの WRX の S4TS の方がもっとこうね、それをかき立てられるというかね、もう玉砕そのねディーラーにて玉砕覚悟でこうねディーラーに突入したくなるのが、よりねそれをこうさせてくれるのがね、この S4TS だったので、このマリオ高野の2016スバルオブザイヤーとしてはやっぱりね S4TS を押すと、そういうところなわけなんですね。こうね、なんか本当悩むんですよね、新型インプと S4TS ね、果たして2016年ベストのスバル車どっちが上なのかっていうとね、これ本当にもうね3日目は悩んだんですけどもね、まあ、結論としてはねやっぱそこなんですよね。そういうところでこのね S4TS は、あのね S207 ももちろんね本当にもうあれは超絶のね、まあまあ言うとスーパーカーですよね、あれはね本当に、まあちょっと大きさじゃなくてもね、やっぱりフェラーリとかねランボルギーニを買うようなね、あの何ていうんですか、世界の車だったんですが、まあこれはやっぱり TS の方はねやっぱりまあ2ペダルで、であとねやっぱりこうねどっかであの本当のこうねピュアなスポーツカー求めてる人は、所詮はどんなに良くてもね2ペダルだろうというね、それどっかにあると、まあ、僕も正直こうね乗るまではやっぱりそこがね決定的な違いで、自分のその乗るね前の予想としては、まあなんぼねエンジンで別物感があってシャシーがやっぱりそのねよだれ出そうな完備さがあろうと、やっぱりマニュアルには及ばないっていうねところで、やっぱり2ペダルでしたねっていうね、あのそういう気持ちのねだから結論になるんだろうなと思ってた。まあもちろんね、いや最終的な結論はそれはね、この車でもしマニュアルギアボックスが選択肢とあればね、そっちへ僕は行きますけども、それはでもねこれはね本当にあのリニアトロニックでいいなっていうね、これはね本当にそのね無理やりねリニアトロニックを持ち上げたくて言うんではもちろんなくてね、あのねこの5速マニュアルのねインプレッサ2台持ってる私でもね、あこれだったら
このね加速、これ特にやっぱりね、マニュアルとオートマね、まあオートマにもいろいろありますけども、まあデュアルクラッチからね、普通のトルコンのねからこの、スバルの CVT、 まあいろいろありますが、やっぱりね決定的な違いはエンジンのそのポテンシャルをねフルに発揮した時の、あーなんかこのダイレクトさが足りない、これマニュアルだったらこのエンジンの気持ちよさね、もっと余すことなくね味わえるんじゃねえかって、やっぱりどっかでね、それどんな AT でも絶対それはあるんですけども、まあもちろんねこのねリニアトロニックそれが皆無ではないんですけども、それが思ってた以上になかったというね、リニアトロニック自体はねこれあの進化変わってないはずなのに、あのねそのこの車のエンジンのそのハイライトでもある加速中のねトルクアップ感が、あ全然このリニアトロニックでもねこんだけ味わえたというところで、だからもはやね自分の中でマニュアルを選びたい理由っていうのはね、あのもうもはやねその、なんていうか物理的な感触だけなんですよね。そのエンジンのダイレクト殺到ともあるんですけども、そのクラッチを踏むとか、その自分でこの手こきでね、操作をするというね、そのなんていうんですかね、物理的なこの肉体的なこの運動の気持ちよさから得られる感覚だけで、このね一足にぐにゃっと入れ一足というかシフトをねチェンジする時のこの手応え、まあ、いわゆるシフトフィールとかね、まあほとんどそれだけで、ほぼほぼ、まあ、あのリニアトロニックもね、例えば新型インプになる前のあのノーマルのね、あのリニアトロニックとかだと、あエンジンのね気持ちよさがちょっとダイレクトに来てねえなっていうのはあったんですけども、この、2リッターの DIT 用のリニアトロニックと新型インプのリニアトロニックに関してはほぼほぼこのエンジンの旨味がね、かなり味わえてるので、そういうのもあってね、特にこの S4TS に関してはむしろこのリニアトロニックで良かったなという、いいなという、そういうところも改めてこうね、このマニュアル派の自分にそう思わせてくれたっていうところも、まあこれはね新型インプでもねほぼほぼ言えるとこなんですよね。なんかこのミッションのね気持ちよさに関しては、まあある意味新型インプとこの S4TS はまあ自分の中では互角というか、ね、同じなんですけども、このね料金所を超えてこのね S シャープモードでねガバッと踏んだ時のこのねこの加速中のこのトルク、まあもちろんねノーマルの S4 ももう AT としてはもう存外に速いんですけども、このね厚みがね、やっぱりうわ今 CVT じゃなかったらもっと良かったんじゃないかってやっぱり思わないですよね。まあもちろんそのねやっぱりマニュアルで、マニュアルの方が物理的なダイレクトなので本当に厳密に乗り比べるとね、もちろん点数としてやっぱりマニュアルの方が高くなるんだろうなっていう予想はできるんですけどね、でもね、もうオートマ嫌だとはねマニュアル好きの人でも思わないのがあるので、もちろんやっぱ厳密に比べたらねやっぱりそれはマニュアルの方が選びたくなる、マニュアル派はねあるんですけども、それはこう古臭いねあの頭の中のこう意識もあって、ただやっぱりねこのね加速今もこうねこのやっぱりちょっとこう普通にこう低速で巡航しててちょっとこう踏み出した時のね今このブースト系の針がちょっと見えるかどうか分かんないですけどね、やっぱりねブースト系はでもねやっぱりね個人的にはねこのあの機能的には問題ないんですけど、このやっぱりこのデジタルよりねやっぱりこれはねアナログの針でやっぱりこういうところにねつけてみたいなっていうのはある、まあそれでオーナーの好みでね後からつける人多いと思うんですけども、このね S4TS はあのねノーマルだとそんなにブースト系の針ね見てもそんなに言うほど感動しないんですけど、 S4TS に関してはねブースト系の針をねあのタコメーターとか速度計よりももうブースト系を真ん中にねでかくしてほしいぐらいね、ブースト系の針をずっとね追いかくだけなの、それだけこうねあのレスポンスよくねあの鋭敏にこうねでこう本当にブーストアップをしてるわけではこうねタービン変えたりあのコンピューター変えたりはしてないので、耐久性の面でもそんなあのそのマイナスにはなってないと思うので、これはやっぱりターボだな、そう思い出した、あのね新型インプはやっぱりいいんですけども、やっぱり NA なんですよね、まあ当たり前なんですけど、でやっぱりこうねダブルアクスずっと乗ってきたこう私としてはね、やっぱりターボのねこのキーンというこの下級感ね、まあやっぱりこうね進化してもタイムラグっていうのはこのね絶対ゼロではないんですが、やっぱりこのね逆にやっぱタイムラグちょっと微妙なタイムラグは
ターボならではのタイムラグっていうのはね、やっぱりね、わずかでも乗ってくれてる方がやっぱり気持ちいいっていうところもあって、最近のターボは特にあのいわゆるダウンサイジング系のね、実用車のターボはもう本当にタイムラグがなくて、もう本当に乗ってるとね、 NA なのか何なのかよく分かんないくらいね、まあいい意味で分かんないんですけども、でもやっぱりこういう WRX というねスポーツモデルのターボはね、ある意味まあそれは本当にこうね、モータースポーツでサーキットとかでタイムをコンマ1秒でも縮めたいっていう場合はね、タイムラグは絶対ない方がいいんですけども、上場的なところとしてはね、まあ、この車はさ、タイムラグがあるっていうほどない、あるっていうほどあるわけじゃないんですが、やっぱりこのね、タービンのこのうわー下級した、今うおー吸気、ね、空気圧縮してるぜーっていうね、あのこのプロセスを感じられる方がやっぱりね、情緒的には気持ちいいので、それはねやっぱりね、この車もやっぱりあの感じられるところがあってね、そこもやっぱりこのね、最終的にこの S4TS をそのベストオブね2016の車に上げたかったポイントなんですよね。こう タービンそのね、ターボ感、ターボの気持ちよさがそのね高まってるっていうところにおいてなんですよ。まあこのシャシーの気持ちよさっていうのは、まあある意味例えば他の TS とかね、まあ今はまだ売ってるあの、XV のね、ハイブリッドの TS なんかでも、まあこれほどではないんですけど、やっぱりあの車もね、ステアリング入力操作した瞬間にね、リアサスがふっとこう踏ん張るね感が、あの車ではやっぱり十分得られるわけなんですけども、まあその意味においてはこのね、シャシーの気持ちよさは、まあこの車以外でもね、以外のこのコンプリートカーでも得られるんですけども、この CVT のターボでこのトルクの、加速中の厚み感が味わえて、このねレブスクの張りがこうビュンとあのたがこう鋭敏にね動く様子が堪能できるっていうところにおいてもね、これは今年出たスバルの車の中でやっぱり一番かなと、まあ、そういうところも含めてね、やはりマリオタカノとしては、スバルオブ2016 WRX S4TS をね、やはり強く推したいという理由はね、そこにあるということで、皆さんにお伝えできればと。でこの車ね、まだ2017年の3月の、12日までね受付をして、台数限定じゃありませんからね、結構この車はねまだちょっと正確な数は聞いてないですが、多分ね今この12月の年末の段階でまあ多分ね200台は絶対超えてるぐらいのペースなんですよね。で台数限定ではないので、このまま受注が伸びてもよっぽどまあね1000台とか2000台とかまあ行くとね、さすがにちょっと生産のねあれがキャパを超えると思うんですけどね、台数限定じゃありませんので、で例えばこのね今このモニターで見えるこのね、ウルトラスエードのねステアリングがついてるのと、あとリアのね、ウイング、あと黒いねタンツのホイールのねこの、ニュールパッケージ、ニュールブルクリングチャレンジパッケージはね今まで台数限定だと、まあ、207とか他の車もそうでしたけど、ビラセットの TS なんかもそうでしたけど、まずねもうニルパッケージはもう本当に瞬間的になくなるんですよね、台数限定だと。大概それが100台限定とかでしたから。でも今回はこのニルパッケージも台数限定ではないので、まああまりにもね売れすぎるとねちょっと打ち止めってなる可能性はありますが、ニルパッケージも台数限定ではないのでね、まだ全然買えるので、とあとねそのね、パーツですよね、このまあ S4TS で、採用されたね、まあ、例えばね一番従来のね S4 とレヴォーグのねオーナーさんで気になるのがこのねミッションのクーラーだと思うんですけども、これもまあそんなねメーカーとして決して推奨してるわけではないんですが、まあ、我々マニア心としてはその気になるねパーツ単体でのこうね、購入も、まあ、それもまあ一応ねディーラーさんでね部品として買うことはできるらしいので、まあ、その辺のね CVT のクーラーを後付けすることはできる。ただこのね S4TS の冷却性能をそのまま再現するには、ラジエーターのでっかいファンとか、あるいはその、オイルクーラーを制御するね、そのコントロールするユニットなんかもちゃんと買わないとダメとかね、まあかなりなんかその辺を含めると結構な金額になってくると思うので、やっぱりそのねコンプリートカーのやっぱり一つの魅力はやっぱその辺がこうね一切合切セットでなってお買い得になってるっ
これはもう、あのね、例えば、なんていうかね、ファミレスとかのメニューでもそうですけどね、やっぱり単品でいろいろ買うより、やっぱり最初からこうセットで買うとお買い得というね、まあ、それはセットメニューの、こうね、やはりその揺るぎない、メリットって、後付けのね、こう、バラ売りでこう、集めても、やっぱりそれは同じ、仮に近づいたとしてもね、やっぱり値段が高くなる。というのと、あとはこのね、やっぱり STI のコンプリートカーとしては、これ STI のコンプリートカーに乗るたびにこう言ってることなんですけども、まあ、仮にね、ノーマルの S4 があって、この S4TS 用のパーツがこうね、パーツだけで用意できましたと。で、それをこうね、まあ、どっかの、まあ、ディーラーさん、あるいは、こうね、まあ、プロの整備士さんがこうね、つけたとしても、やっぱり、そのね、未公開のパーツ、こう、シャシー系のね、あの、サスペンションとかの、やはり、いわゆるその、隠し味的にね、効かしてるパーツもありますし、まあ、その辺はもちろんこうね、あの、後付けで買えませんし、まあ、その取り付けの、やはりノウハウにしてもね、まあ、締め付けトルクとか、まあ、その辺のね、マニュアル通りにすれば、ほとんど、まあ、ほぼほぼ近いものにはなる。とはいえ、やっぱりね、門外不出のね、その、STI のね、SA がこの培ってきたね、あの、それはまあ、桐生工業さんとか、まあ、そういうところのね、職人さんのみが知る、付け方がね、やはりその辺のノウハウが、それはやっぱりね、我々もこうね、知り得ない世界ですし、ね、そういうところの差がやっぱりね、本当の細かい、なんていうんですかね、乗り味のね、微細なところにやっぱり現れてくるのでね、まあ、やはりそういうところも含めて、後付けのパーツを揃えたところで、ね、この TS、まんま 100% 再現がやっぱりできないということで、やっぱりね、だったら最初からこのね、セットメニューのね、本物というか、こうね、最初からのこの TS を買う方がやっぱ手取り早いと、結果的にはやっぱそうなるわけなんですが、まあ、それでもこうね、例えばステアリングのね、あの、この剛性をね、高める、あの、クランプスティフナーとかね、あの、それ、有識者の妹さんなんかもね、レボーグにつけたりしてますけどもね、まあ、そういうこう、ちょこちょこっと、あの、バージョンアップするね、パーツの流用としてはまあいいんじゃないかなというふうに思ったりはします。はい、で、もうね、喋ってるともそろそろ高速の終点になってしまうほど今予定してたとこを通り過ぎ、あっという間に通り過ぎてしまったんですが、まあね、この車やっぱりグランドツーリング性がね、あのね、 S207 もあれも別にね、あれで、東京から鹿児島行けって言われたら僕は全然嫌じゃないですが、でもやはりね、まあ、乗り味もやっぱりこうちょっとスパルタンであるとか、あとまあ音もね、それなりにまあ入ってくる。で、このやっぱ TS の大きなポイントはもうタイヤをまずこうね、ほとんど S207 で使ってたあのダンロップのスポーツマックスのね、 RT の、ほぼほぼ同じものにあの、まあ、中に吸音材を入れてるというところと、あとまあやっぱりね、そのタイヤ以外でもかなりこう遮音はあの細かいところやってて、でやはりね、音がやっぱ静かで、で、あとね、今僕あのしばらく座ってて思ったんですけど、このね、シートもほぼほぼというか、ほぼ207に使ってたシートに同じなんですが、このね、座面のね、長さを 長くしてるというところで、やっぱりね、こう、なんていうんですか、足のね、太ももあたりの落ち着き感がやっぱり良くて、これなんか、いわゆるその GT カーとしてね、クルージングカーとして、まあ、もちろんツーペルで、あとまあ、アイサイトもね、あるのもあるんですが、やはりこの長距離のツアラーとしてね、めちゃくちゃね、しかもこのね、もう高速道路の明治山荘乗り越えるたびに、うお気持ちいいっていう、こう味わえるっていうね、ところもあって、これはね、スバル車史上最もそのね、長距離長時間運転が、気持ちいいというかね、まあスバル車はまあ僕の中ではね、 GC8 の時代からね、そういうところがあったんです。もうね、なんぼ長時間長距離乗ってもね、もうちょっと走りてえなって思わせるね、 それがね、僕歴代スバル車の全部に言えるポイント、あのね、僕が一番大好きな美点なんですが、それをね、やっぱりもうその頂点ですよね。これが本当にこの車だったら本当にね、もう日本列島がもう狭いですよね。もうロシアのああいう巨大な、もうね、何千キロもあるような大陸、もうね、アメリカでもさえもね、もうちっちゃく感じるんじゃないかっていうぐらい、この車だったら果てしなくもうね、どこでも行ける。でね、燃費もね、この車ね、この間ね、違う機械で箱根から帰ってくる間とかにもね、
ちょっとあの燃費アタックやったりしたんですけどもね、この車あのノーマルの S4 もね頑張ったらやっぱりね13、4はまあ普通に行くしね、本気でエコランしたら15、6とか行きますしね。でこの車もね今 S チャープでこうねあの無駄にあのね加速を味わったりしましたけどもね、この車いや今現状でねぴったり10キロですよね。なんかそんなまあ言うほどまあねそんなぶっ飛ばしたりはしてない状態ですけども、これだけのこのねまあ300馬力のね車としてね四駆ですしね、まあ、改めてこのね WRX シリーズはまあね、まあ、エコカーとはそれはねもちろん言わないですけどもね、全然そのねうわガソリン垂れ流しですかって未だにこうね WRX はもうガソリンね燃費悪いっていうね、まあ、もちろんさぶっ飛ばしたらよくはないですけども、まあ、渋滞とかねやっぱりアイドリングストップねあのなかったりするんで渋滞はちょっときついですけどもね、燃費の面でもね全然まあ普通なんでね、このポテンシャルからしたらまあまあねものすごいいい方だと言えるので、これはね遠くへ行くもう長距離長時間運転、まあ、こうねサーキット走行とか峠を攻めるのももちろんねあのめちゃくちゃいいですけども、やっぱり最もおすすめしたいのはねもうひたすら長時間 長距離走り尽くす人にとってはね、これはもうね、まあ、スバルのみならずね500万台で買える世界でこの地球上で買えるね500万台で買える車で、それは間違いなくダントツトップですよ。それはねそれはもう本当にもうね掛け値なしに本当にそう言えます。はい、WRX-S4 の TS、外観のまあポイントなんですが、まあパッと見はほぼ S202 とで S202 とのそのね、一番分かりやすい識別点がまず一番大きいのがねあのリアの、バンパーのこのねちょっと車の方近づくと S207 の方はね、まあ、あのレースカーの、イメージそのもので、ここにこうねあの空気を逃がす穴がね要は開いてると、まあ一番分かりやすいのはそこなんですが、あとまあ細かいところでは、まあ、走行中でもかろうじて分かるか分からないか微妙なんですが、ブレーキのね、キャリパーが、S207 のね6スポットのキャリパーでした。でこの S4 の TS は、まあ、ブレンボの、まあ、4ポットと、まあ、これはだから VAB のね WSTI の、に使われてるねものにまあかなり近いものなんですが、まあ要はブレーキキャリパーとリアのバンパーを見たら S4TS なのか S20 なのかがまあわかると、あとまあ見た目で言うとね、まあ、アイサイトのあるなしね、まあ、207はマニュアルなんでアイサイトはないので、まあパッと見てお S207 かんっていう、でもよく見たらS4TS だなっていうね識別ポイントは、まあ、この3つですかね。でこのねブレーキなんですけども、まあ基本はあの VAB のねブレーキなんですが、このねやっぱりタッチはねだいぶこう違う印象で、でまあ基本ブレンボのブレーキなんで本領発揮するのはまあサーキットのねああいうそういう本当のそのタフなね、場面での制動力とかね耐久性だと思うんですけども、結構ね街乗りの、例えば停止寸前のこうね感じとかね、意外にこう街乗りのねあのペダルのタッチ、そのいわゆるこのペダルの動力と動力に比例した制動感が結構出てて、このね S4TS のブレンボはあのサーキットとかそういう限界的なね領域以外の制動力以外のこう街乗りで結構ねああなんかこのブレーキすごい気持ちいいなっていうねのが感じられたので、そこがね結構ねあの一般なんか街乗りでもね気持ちよさをかなりその上げてくれるというポイントかなという、ちょっとそれはさっき乗りながらねあの言うの忘れたんですがね、このブレーキはかなり街乗りでのタッチが非常にね、まあやっぱりブレンボなんで、例えばちょっとね車庫入れするような速度でバックした時にねちょっとキーッと音が鳴ったりとかね、まあそういうのは あるんですけどもね、まあまあそんな気になるほどでもないですし、あとまあダストもねちょっとノーマルよりはちょっと出やすいかなっていうところあるんですが、その分ねペダルタッチがものすごくいいので、これはねいや僕サーキットいらんサーキットとか走んないからそのブレンボとかいらないよみたいな人でもね、これは街乗りでも絶対ねああってよかったってついててよかったブレンボっていうねなんかそういう感じのブレーキです。であとまあその識別ポイントというかですね、このまあこれはニュールパッケージはね、ニュールパッケージはこのね
リアのウィングとこの黒いホイールとあとねこのね、ニルで勝ちましたよというこのねエンブレム、まあ、これがつくわけですけどもね、まあ、これがまあ一番誇らしいところといえば誇らしい、まあ、これはね S207 でもそうでしたが、まあ、ニルパッケージっていうかもうニルパッケージ、ニルパッケージじゃないノーマルというかニルパッケージじゃないやつは羽がなくてこれがなくなるわけですけども、まあ羽はねちょっと好みが分かれるところもあると思うんですけどもね、これは絶対欲しいところだと思うので、このニルパッケージ以外を選ぶ人はよっぽど羽が嫌いでなければこれほとんどニルパッケージばっかりみんな買ってるんじゃないかなっていう、ね、想像するんですけども、あとね、まあ、マフラーもね見た目はこれはねほぼ見た目はね S207 かなり近い、でも音質は、だいぶ違ってまして、まあ単純に言うと S207 よりグッとこうあの普通の領域ではサイレントですよね、踏まない場面ではほぼノーマルとそんな変わんないで、高回転とか、まあ、エンジン回すとね変わりますけども、207は結構ねノーマルの段階でもまあまあおなんか違うなみたいなね、そういうアイドリングの音だったりしましたけども、そこは結構やっぱり207とちょっとキャラをだいぶ変えてるかな。ではちょっと音質をねちょっと聞いてみたいと思います。はい、そういうわけでこの WRX S4TS なんですが、まあさまざまなね、ポイントがありました。まあまずその意外とそのエンジンに別物感があったと。でそのエンジンの別物感に応えるこのね CVT のその、性能のこうね、まあ、再発見。まあ、それと、まあ、CVT なんですけどもそのターボのね、ブーストアップ感がねこの、ブースト系のね針の動きも含めて、その個人的に一番好きなそのねターボ感がこうターボの気持ちよさが結構ね、底上げされて伝わってくるというところで、あとまあSTI の TS、コンプリとかならではのねそのスタリング切った瞬間にもリアの踏ん張りが感じられるというこのね、もう独特の世界観と、あとそのまあ、ニルのね、まあ、マシンのロードバージョンのさらにこうオートマ版っていうねまあいろんなポイントがあって、であとねさらに最後付け加えるとすると、まあこれは、これとか S207 は、このねこの現行型の WRX が出て、ニルで優勝した、まあ、1代目と。で、この S4TS はその2連覇ですよね。2015年の優勝記念車が S207 で、2016年のニルの優勝記念車が今回の S4TS ということで、これはかつての、初代のね、WRX の、V リミテッドがね、3連覇してこう1、2、3と出たわけですよね。WRC の連覇記念に。それとこうね、自分の中結構被るものがあって、だからこれは V リミテッドの2なわけですね。あの頃と比べると。だからそういうところもあって、初代のね、WRX の、モータースポーツのこのね、栄光と市販車のね、このイメージのこのリンク感が、このね、TS、S4TS ですごいそれを感じられて、実はね、個人的にはそこも、この今年の2016年のねナンバーワンスバル車のとして推したいポイントの大きな一つ最後でもありました。まあそういうところも含めて WRX のね、WRX が好きな人が本当にそのそういうね、モータースポーツで買ったっていうねそういう背景も含めて、その悶絶できるねポイントが多々あったと。ということで、WRX S4TS がナンバーワンでした。